天津市大秘院、仏陶。大秘院は、中華人民共和国天津市河北区にある仏教寺院。天津市仏教協会がここに設置されている。大秘院は、新代の順次年間に創建された。創立者は、天津守備、宗武氏。後期8年は寺院を重修した。高所元年、直霊総督の利高賞が、先頭に立って出資し、寺院を再建。 1940年に拡張され、現在の東西領院となる。1949年により後、地元政府は寺院を修復する、僧侶を建立。1966年、毛沢東が文化大革命を発動し、寺院の宗教活動は中止に追い込まれた。公営兵により、胎児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。 1980年に大規模な再建によって、現在の基礎が築かれた。1982年、仏寺活動再開。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。1986年、国内外観光客に一般公開される。釈迦闘像、現状採用図、大飛院の門学、 新入閣場に、長木発が描いた作品がある。本堂の額、太友放殿に、天津市出身の書家家余計が描いた作品がある。聖柱の両側に、上海支流下人の構想、名明,明長老が描いた、常時追蓮がある。成長夜半小生声声,声声完成主人無、耳、定前月食いろいろ、全明古物心。殿内う栄柱の追連離物理人詳細商病。 スクイック救難大事大秘。大殿の北門の額隊、宝大孔明に、天津出身の学者呉田魔女が書いた作品がある。大秘伝の両側の追連、京信藩に御雲海空間自在不問次元広制、スクイック大秘に、天津美術学院教授、書画鎌子その峰が書いた作品がある。慈悲発信十二大隅津久広し渡る。 円通教主1億1000万行節火群生に、天津出身の諸り各年が書いた作品がある。門の天書体の額、体、古刹大秘全員に、天津分子館長、王城が書いた作品がある。高一防止記念堂の霊書体の額体に、京望むが書いた作品がある。起こり信頼小学、忘れ己れずみ群生の追連は壁にぶら下げている。ありがとうございます。